弦楽四重奏曲を数多く初演した満喫弦楽四重奏団のメンバーと全く時折このクアルテットでも弾いていましたから、ベートーベンはフラットの技、音楽性、人柄をよく知っていたはずです。ベートーベンの創作がノリに乗っていた時期に書かれたセロソナタ第3番一を添えまいりましょう。楽章は全部で3つ、劇的で歌の要素にもほど欠かない大主楽章にまたほどにはバッハのドハネ受難曲の第30曲アルソのアリア、成し遂げられたの旋律もさりげなく引用されています。第2楽章はスケルツォ、アレグロモリとの音楽、そして最後の第3楽章はアダージオカンタービレの序奏18小節を伴うアレグロディバーチェの音楽です。作品69、チェロ、ハインリヒ・シフ、ピアノ、ヒルフェルナー。